じゃーん。十二人へ来てみました。どうでしょうか。皆さんこんにちは。元自衛官のタレントの飾りです。やあ。ということで、三重県明和町にやってきました。明和町といえば西洋の町ということで、西洋の歴史だったり、それから十二人絵ですね、だったり体験してみたいと思います。じゃあ早速行ってみましょう。よし。じゃあ行ってきます。ゴー。よいしょ。はじめまして。こんにちは。こんにちは。元自衛官のタレントの飾りと申します。西空歴史博物館学芸員の天野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、これから中の方をご案内したいと思いますので、はい、中へお進みください。はい、ありがとうございます。失礼します。あ、お願いします。じゃあこちらへどうぞ。はい、お願いします。おー、すごい。広い。え、かっこいい。この博物館はですね、はい、西空跡という遺跡に建てられた博物館です。今から約50年以上前ですねに、この辺りで発掘調査が始まりまして、昔の西空の様子がどんどん分かってきたということで、この博物館ではいろんな昔の歴史の資料から分かってくる西空の様子を模型ですとか映像ですとか、そういったもので紹介する博物館です。それでは順番に見ていきましょうか。いや、もう気になるものばっかりです、はい、ぜひ教えてください。はい、よろしくお願いします。あ、何かやってますよ、はい、こちらはこれ西洋 の、 お部屋居室を再現した模型になります。西洋はどちらでしょうか。西洋は奥かな。そうですね、奥にいるのが西洋、ね、手前にいるのは西洋のお世話をしている女官というそういうね、想定なんですけれども、手前にいるこの女官の人が着ている着物ですね。うん、綺麗。これどういう着物か分かりますか。え、すごく豪華。はい、見えますし、はい、十二人絵聞いたことありますか。十二人絵、はい、分かります。はい、私朝日夢見して漫画がすごく好きで、それで見たことがあります。そうですか。はい、はい、そうなんです。では源氏物語のねお話だなんですけれども、はい、当時の女性のですね、一番正装ですね。今彼女が着ているその着物には何か意味があるんですか。模様だったりとか。そうですね、うん、十二人の場合重ね着をしていきますので、うん、着物の重ね着のその色目のなんていうか変化でありますとか、うん、着物のですね、表側と裏側の色のこの組み合わせですとか、そういったもので季節感を出したりだとか、いろんなもみじのイメージであるとか、そういう桜のイメージだとか、そういったようなね、ものをこう中に表すというかな、そこにその人のセンスが現れてくるという、そういうものですね。はい、昔のファッションセンスというか、はい、そういう感じなんですね。西洋なんですけど、なんか恋愛したりとかそういったことってできるんですか。西洋は神に仕える、そういうね役目でやってきておりますから、他の男性と仲良くなるというのはそれはダメです。なんですけれども、ここにある伊勢物語絵巻というね、絵巻があるんですが、この伊勢物語の中に都からやってきた貴族と西洋が人をね共にしてしまうというラブロマンスがありまして、そういった様子を描いた絵巻があります。じゃあそれちょっと、はい、見てみたいです。そうですね、はい、その様子を描いたのがそのこちらの絵になりますね。これが最初の場面かな。そうですね、これは、はい、これは、はい、狩りに来て都からね使わされた貴族ある男、まあ、これが有原の成平とされているわけですけれども、これかな、オレンジ色の、そうですね、はい、馬に乗ってる方ですかね。そうですね。そしてこのミスの中でなんかちょっと覗いてる女性の2人いますけれども、はい、その2人のうちのどちらかが多分西洋なんでしょうね。お、様子を伺ってます、ね、そうですねそして画面が変わって、はい、西洋に会いたいなと思っている男の、部屋にですね、夜西洋が大胆にも訪ねてやってきてしまうと、あら、そういう話になります。なんて大胆な、はい、西洋が
男性の元を訪ねてしまう。そうなんです、で2人は朝まで一緒に過ごしてるというような、ね、あのことになっております。あら大胆ですね、はい、そして2日目の、ね、晩もまた会おうと約束するんですけれども、はい、都から来た、ね、あの天皇のお使い、ね、おもてなしをしなきゃいけないよということで、採空領の長官で伊勢の神を兼ねた人だったんですが、その人があの、まあ、宴会を開くんですね。あら、じゃあ、ね、あれですね、仕事の付き合いの飲み会で、そうですね、飲み会で、ね、最後に会えなくなったってことですよ、はい、寂しい、ね、寂しい話ですね。そんな、そしてもうあのその次の晩ですね、朝はもう次の赴任地に男が旅立っていくっていう、そういうストーリーなんですね。あ、なんですね、はい、じゃあ結構これバッドエンドというかちょっとかわいそうな話ですよ ね、はい、これはね、本当最後の恋を、ね、物語る一つの、ね、エピソードですね、うん、ちょっと切ない気持ちになりました。本当はだからこういうことあっちゃいけないでだから、まあ、あの物語になるんでしょうね、はい、そうですね、はい、そういうことでした。面白い、ほいということで来ました。ここははい、はい、これは昔の採空 の道を再現したあの道路なんですけれども、おどうですか、広い、すごい広い、広いですよね、こんな広かったんですか、はい、道路って、はい、車も今の車もね十分にあのすれ違うこともできるぐらいの広い道路なんですね、うんうん、あの東京の道路の100倍広いそうですか、はい、でこの道路はどんな道路かといいますと、あの方角外区といって採空平安時代にですね、あの採空の五番目城の地割りがね、あの行われたわけですけれども、京都みたいな感じですね、そうですね、はい、うん、その、 あの地割りをあの区画する道路ということで、うんうん、とてもこう広い道路がね、あの、うん、走っていたわけなんですね、うんうん、はい、そうか、道路で区画を仕切っていたっていうことですよね。そうですね、うん、はい、で今からね、あのご案内するのは、はい、あの採空平安の森っていうね、森になります。平安の森、はい、何があるんでしょう、はい、まあ、まずは入ってみましょうか、はい、はい、行ってみます、はい、お願いします。おー、すごい建物がいっぱいありますね、はい、見えてきましたね、はい、すごい、で、はい、これはどれが何ていう建物ですか。はい、南向きに建っている建物、あれがあの正殿、正しい殿と書いて正殿というんですけれども、中心の建物ですねそして両側に東の脇殿、西の脇殿というのが建てられている様子が、うん、あの分かるんじゃないかなというふうに思います。あ、なるほど、はい、まあ、住む場所ではなくてオフィスというか、あの職場っていう感じなんですかね、はい、お役所ですね、はい、そうなんですね、はい、でここでいろんな、まあ、儀式だとかそういったものをやったんじゃないかなというふうにあの、まあ、考えているところですね、うん、なるほど、はい、それではね、あの正殿の方に入っていってみましょう、はい、はい、正殿一番なんかこう、はい、強そうというか、はい、なんか威厳を感じますねそうですか、はい、すごい天井が高い、はい、はい、この、 あの平安の森に再現した建物は800年代の、うん、あのに建てられたものということで、まあ、採空の、方角外区が最もですね、あの整って、まあ、あの盛んだった時代ですね、うん、あのその頃に相当する建物になりますね、はい、向こうの建物に比べてね、うん、あの少しどうですか、床の高さはどうですか。高い感じがしま す、 そうです、ね、ちょっとなんか他のものを見下ろすじゃないですけど、はい、そんな感じがします。そうですね、だからここにあの採空の長官があのここにやってきて、多分この庭のところにね、あの採空の例えば役人が勢ぞろいして、あ、さっき VR で見た、そうですね、はい、うん、まあ、なんかあの儀式だとか、あのまあ、今で言ったらなんか集会みたいな感じかな、そういったものが行われたんじゃないかなというふうに、ね、あの思います。ちょっと採空量の長官になったつもりで、はい、ちょっとなんか、ね、あの 偉くなったような、はい、気分に、ね、なりますね。皆の者よう集まったという感じでね、はい、そういう、ね、雰囲気をね、ちょっと味わっていただければと思います、はい、
もうそろそろお腹が空いたということで、五木茶屋さんにやってきました。お腹ペコペコです。今からですね、採用弁当、採用の宝箱というですね、特別なね、お弁当を、ね、食べていただきたいと思いますので。もう重厚感あふれる、はい、見た目が、はい。はい、楽しみです。じゃあ行きます。オープン。じゃーん。どうでしょうか。うわー、おー、すごい豪華。採用弁当ということで、これは採用が実際に食べてたものですか。まあ、当時のいろんな記録から採用のね、当時の、お弁当食べてた食べ物ですね、それをちょっと想像しながら再現したものになります。はい、美味しそう。いただきます。これ何でしょうか。はい、今のはね、サメのタレってこう、ね、言われてるものでして、サメですね、サメの干物ですね。はい、美味しい。はい、この採用弁当では当時ね、平安時代の昔から、この伊勢の近海で取れたであろう、うん、そういったものですね、魚介類ですとか、そういったものを、ね、使っております。うん、はい、なんかすごく三重県の海の幸も入ってるし、はい、山の幸も入ってるし、はい、ね、すごい美味しいですね。はい、なんかずっと食べちゃいそう。いや、美味しい。うんうん、ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。しかもお腹いっぱいになりました。はい、はい、美味しかったです。よかったです。そして最後は、はい、十二一重、ね、試着してもらいます。ついに十二一重が切れるんですね。はい、そうですね、楽しみです。はい、行きましょう。はい、それじゃ行きましょうか。はい、さあやってきました、五木宮歴史体験館。おお、ここで十二一重を切れるということで、すごく楽しみです。じゃあ今から着てみたいと思います。行ってきます。おお、あ、おみこしがある。はじめまして、元自衛官のタレントの飾りと申します。よろしくお願いします。袴とか大学の卒業式以来かもしれない。じゃん。今、袴を履きました。じゃあ今からどんどん重ねて着ていきます。楽しみ。じゃあお願いします。はい、マステキカレをお召し上がっていただきます。一重、はい、ほうほうほう、まだ1枚目なんですけど、まあ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 、もうすでにありがとうございました。はい、各自の生産中にお召し上がりいただきました。ありがとうございます。じゃーん。十二一重着てみました。どうでしょうか。重みがすごい。重みがすごいです。なんだろう、なんかね、自衛隊の装備品の重みとはまた違う感じの重みですね。一部分にずっしりと重みがきます。すごい色鮮やかで、すごい素敵です。なんか着ていてすごくテンションが上がります。ということで台に上がらせていただきました。イエーイ。私が持っているこの扇は檜扇というそうです。持ち方もルールがあるそうで、こんな感じで両手で持って腰の位置で持つのがいいそうです。わーい、なんだかお姫様になった気分です。テンション上がるね。素敵に着せていただいてありがとうございます。とても綺麗ですよ。ありがとうございます。ちょっと何点か気になった点があるので聞いてもいいですか。はい、なんか季節とかによって色を変えたりとかもするんですか。そうですね、特にあります。他の装束もそれぞれ重ねの色が違いますので、で冬ですともう一つ青があるんですけども、そちらはですね、五つ木の方は梅重ねとなっております。梅重ね、はい、おお、ありがとうございます。この扇、はい、扇は何のために使うものなんですか。はい、本来はですね、きらびやかな方を自分側に向けて、 あ、これ自分側なんですか。そうです。なのでご自身で楽しんでいただいて、隠すときにこの柄がきらびやかな方を自分の方に向けて、そうなんですね。面白い。
こう隠すんじゃなくて、こうやって隠すの。そうなんです。なので、こう相手側にはちょっとシンプルな顔ですね。が見えるという。そうなんですね。はい、面白い。知らなかったです。重くはないです。重いですね。結構。トカの消毒は大体10キロ。10キロ。あります。10キロか。そしたら大体あの自衛隊の装備と、まあ、あんまりか、うん、くらいはあるかな。そうかもしれないです。ね、でも自衛隊の装備はあの訓練の時はつけるけど普段は外すので大変な、はい、訓練と同じですね。すごいです。はい、ということで十二人の体験させていただきました。楽しかったです。いやー、サイクーのね、いろいろな歴史も学べたしすごい楽しかったです。ぜひサイクー跡のある明和町に皆さんも遊びに来てください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。